こんにちは。こんにちは。今日はちょっとバス釣りしていきたいと思います。それでは行ってきます。行ってきます。でかい。あれ取ってた。いや、どうだろうね。どうだろうね、ちょっとあの初めてのポイントなんでね。だからプロが釣れるっていうからな、うん、何でもいいよね。何でもいい、言うたらとりあえず、うん、そう、釣りに来れたことが一番確かに。当初ね、久しぶりの2人の証拠なんで、2人のみの証拠なんで。ああ、そうですよね。それはまあ、初心に帰るというか、うん、ね。へえ、すっごい気持ちいい風力だ。本当だ、めっちゃいいね。あ、でも結構深さあんのかな。ね。とりあえずやってみましょう。とりあえずこれで行きます。食いついてる。ストレージがいっぱいになりました。ちょっと小移動。小移動。いや、絶対いるんだよな。違いねえと思う。あの、本当にこうね、車道すぎて、いや、そこはっていう場所にカーンなったりするもんね。全然あるよ、ね、浅すぎるわ。めっちゃ浅い。うん、あ、いや、もう着底直後ボトム10センチぐらいしかねえんじゃん。さすがに厳しかった。ただこの深くなりそうなとこ、この辺ね、あるんちゃうの、ドンみたいな。ちっさ、あ、外れた、あ、外れた、あ、外れた。リベンジ達成。よっしゃ、おめでとうございます。素晴らしい、いいサイズ。ありがとうございます。
いな。めっちゃ魚影濃いじゃん。で次バイト食うと今度またちっさなんでしょ。来た来た。ワカサギ釣れたわ。ほらちゃんと食ってますから。見てしっかりフッキングしてから。え？でーん。お邪魔す。指食ったまんまだもん。見てたいじゃん。指食ったまんま。指食ったまんま。これねバス怒ってるんですよ。指食ったまんま。ほらめっちゃここいるわ。ここあー多分激アツ鍋アツだと思う。いやーやばいやばいやばい。ドキドキしてきた。これ今日いけるね。2人とも多分。いいサイズ。お、いいサイズ。ドラマフィッシュやね。おー、いいじゃん。おめでとうございます。素晴らしい。素晴らしい。だってね、でかい。でかい。うん。よっしゃー。ちょっと釣りすぎじゃないですか。よっしゃー。ありがとうございます。ちょっと5匹目。ギリ大丈夫です。お、でかいんじゃない？お、でかい。40いってる。測ってみますか？え？測ってみますか？測ってみましょうか。ネジあるんで。いや、最後の最後にいいの。ちなみに俺はゼロです。すごい。これ一番でかいのに一番ファイトを短かったね。40はない。ここ。全然だね。35?5 ぐらい。ここだから。35ぐらい。ありがとうございます。おめでとうございます。ちょっと暗いんですけど、ね、素晴らしい。ありがとうございます。ドラマフィッシュ、もうやめ